はいよ。さあ、タシさん主催のフューチャースポーツ大会。さあ、みんなでうるせえな、このゲーム。うるさくないこれ。そうですね、SE がバカでかいんで、ちょっと音量の方は小さめでお願いします。 PTA がすごいかっこいいのに、はいはいはい、ということで来ましたよ、はい、フューチャースポーツ大会、はい、2020年のね、はい、あの東京五輪に向けて帝も盛り上がっていこうという感じで今決めましたけど、やっていきたいと思います、はい、さあ帝といえば、このスポーツゲームといえばね、これ近未来スポーツ、はい、なんだっけ、はい、ヘビースマッシュ、ヘビースマッシュ、ハンドボールの、はい、近未来版となっておりますね。各国代表が戦うハンドボール対決、よしお前らやるぞ。なんでサード盛り上がってんだよ、なんでだ、なんでサードだよ、やるぞやるぞ。はい、さあ今回は9人、選ばれた9人が参加しています、はい、0回戦1個あります。おじさま対しんご、はい、やろう、はい、おじさま、しんご、はい、とりあえず勝った方がチームから座席を選んでください、はい、あ、これそのまま乱入しちゃってください。なんかチーム選び直せるんで、はい、はい、今回ね、じゃんけんで、勝った方がね、チームか座席か選んでもらいます、はい、チームはあの同じチーム選べません、初代卒方式を採用しておりますのでね、ガイル対ガイルはできません、はい、ガイル選ばれた人はね、ぜひ誰しも選んでくださいね、勝てますよ。さあ行きましょうか、うん、あ、いいですね、これ変なヘルメットチーム、いいですね、はい、このちょっとデザイン失敗しちゃった感が満載の、若干これミクロマンチックな雰囲気もありつつのね、あのヘルメットがね、あ、そういう声出てますね。あ、何これ、はい、センタリングチャンス、はい、割とこうやって、あの先にコーナーキック、はい、説明が、あえてアドバイスとか出てくる。なるほどなるほどなるほど、行きましょう、はい、ワンピーガはシンゴ、イギリスチーム、スピーガーおじさま、ドイツチームですね、はい、ジャーマンです。あ、今回毎回チームはもう選び直しいいよというルールですね、はい、さあ行きましょう、イングランド、まず攻めますよ、あーっと、あ、これちょっと若干ロビンマスク的な衣装なのかもしれない、イングランド代表ということで、やっぱりやっぱ英国シーズンですから、じゃあドイツはブロッケンマンなのかといったらそうでもないみたいな、茶色でパワーだ、ジャーマンパワーで、あ、これ飛び道具投げてますからね、これね、はい、あの上のゲージがあの今光ってますけど、あれ光ってる時に攻撃ボタンですか、はい、押すとあの飛び道具を出せると、はい、あ、すいません、あ、すいません、飛び道具はあのパスボタンの方です。 あのパスボタンを押すと出せると、はい、攻撃はあのスライディングの方ですか、はい、ですね、それでこれでいきます。さあ目まぐるしく攻守入れ替わる、パスで繋いでいく、まあ、後ろにパスからの前パスというこう、はい、時間を稼ぐ方ですね、はい、前に後ろに取り囲むようにっていうのがあるのか。さあ、シンゴ上がっていく、シュート、真正面、おじさまの真正面だった。さあさらに、さあシュート、ちなみに今シンゴさんが使ってるイギリスチームって、はい、あの地上からの必殺シュートが非常に強くて、あ、なるほど、はい、あの相手チームのハーフラインあたりからもう打ってるので、おお、ミドルキックが、ミドルシュートが強い、はい、だってよシンゴさん、はい、ジャンプじゃないってはい、国尾くんのドジボール方式のジャンプの夏シュートじゃないって、あーと飛んで、さあいい試合、おーとこでキーパーがいないけども、惜しかった、キーパー若島津くん吹っ飛んでたんですよね今ね、確かにあのおじさまが使ってるドイツチームはあの普通のキックシュートやあーどうしたヘディングシュートの技術力が高いテクニカルチームなんです。そうですね、もう多分みんな見てないですよ、最初にあの三つゲージありましたからね、スピードパワーなんか最後運ですかね、テクニカルゲージみたいなのがあった、あはは、送り柄とかあのパッと見で選んだと思うんですよ、ね、はいはいはい、はい、これ今気づいたんですけど、さっきコーナーキックの説明ありましたけど、はい、これ場外なくないですか、あ、場外ないです、どういう時にコーナーキックになるんですか、あ、コーナーキックなんて飾りですね、え、コーナーキック飾り、なんで飾りの説明したんですか最初、いや、あの、あはさっそく次に1点が入ります、やばいやばい、コーナーキックに文句言ってたら、はい、おじさまが先制しているというの、はい、ちなみにあのコーナーに当てると、あの、はいはい、全体に見てあのボールが高くいって、はいはいはい、そこからあのジャンプのジャンプのシュートとかいろいろのチャンスができるんです、ああなるほどなるほど、はい、そういう時にあるんですね、はい、そうです、さあやっぱりスローイングとかコーナーキック、あ、シンゴジャンプから、あ、いないぞ、いなかったけども、いないけど守ってしまう、シンゴ汗を制したおじさま、そのまま蹴り込んで、とりあえず枠に入れなきゃダメって日本代表言われてたでしょ、やって、はい、ごめんなさい、ゴン中山のフリーキックみたいなのやめてください、危ない、地方銀行の看板に当てるのやめてください、あーとあるのか、残り5、4、まあちょっと流れる、3、2、あー、おじさまが無情にも、パスパスで、おじさま0回戦突破、0-1、ありがとうございました。
さあさあ、じゃあ1回戦いきましょうか。これじゃあ連戦になっちゃうけどいいかな。おじさま連戦でいい？じゃあおじさま対イデアいきましょう。優勝候補としてイデアさん来ましたね。来たよ。画質厳しい。いいんです、画質なんてもう心の目で見てください。あ、どう、今度は 1P 側に座ったおじさま対するイデア 2P 側。イデア、オーストラリアチーム、はい、どんなチーム選んでいく。そして対するおじさまが何チームだったんだろう。エナジーアーム、もういい、わからない。同じようにドイツチームですね。ドイツチームですね、はい、ドイツの笑顔、ちょっとあの笑顔がいいですね。ちょっとファンペルシ的な、ファンペルシオランダですけどね、はい、さあ、お互いにあんまりパワー、あのパワーがないで意外とあの接戦になるかもしれません、はい、あ、そうですね、これね、はい、その代わりにあのドイツチームはああやってスライディングで地上ですか、判定があるんで空中にいる。あ、なるほど、イデアがジャンプしてるけどスライディング当たらないみたいな、はい、あ、おじさま、あっと、いないけど足音が揃いました。さあ、これは攻撃の相性が若干悪いのか。イデアがジャンプで、ジャンプでつないでいく、ジャンプジャンプジャンプして、さああるぞ、ここで取って、キーパーがいないけどここでゴールは割れない。さああるぞ、あ、これ日本ステージですね、後ろで怪しい感じの。あ、おじさんのジャンプからアタックだ。飛んで飛んで、スパイラル、スパイラルって何、 X メンのあれか、はい、飛んで、さあ飛んで、イデアが基本ジャンプでこう左右に揺さぶってこうフェイントを込みでやってる。あ、スパイラル、あー、キーパーいない、ゴール。まずはこのね、ドヤ顔カットインが入りましたね。ドヤ、イデアがまずは1点取っていく。あ、キーパーつないで、ゴール前、ゴール前、あー、ここは取れなかった、パスでつないで取って、あー、壁にパス、スカッシュ的な、あー、キーパー吹っ飛ばされた。森崎くんが飛ばされていってしまった。もう飛ばされたら全部森崎ですからね。あーっと取って、ジャンプ、ジャンプを蹴飛ばしていく。いいですね、空対空決めていく。そうですね、格ゲーですからね、これね、空対空ぐらいしますよ、もうロケットや対空が。あと、これで、ね、ジャンプタックル、ちょっとかっこいいところですよ、飛ばしたらいいですあと、タックルで、ね、繋いでいく、ゴール前、あー、ここは取れなかった。キーパーがいい仕事をする。ちなみにこのゲームのキーパーは、あ、スパイラル、あ、飛ばして、スタート、ここはコーナーポスト、覚醒だ。さあ今度はどうですか。うわー、正面だった。うわー、これはキーパーと1対1だったが壁に泣いてしまった。これはサッカーと違って5人しかいません。あっという間に残り33分、フンなんですね、多分ね、これ。あーはー、キーパーがいい仕事をする。ハンドボール、あー、後ろから飛び道具、やめてください、そういうの。スリーウェイショット打つのやめてください。あー、キック、いいですね、スラッシュダウンキック搭載、スーパー武闘でも真っ青の。あーっと、さあスラッシュダウンキックで、ここで逃げていく、蹴っ飛ばして、ボールを取ったおじさま上がりた。あーっと、パスしちゃった、高砂にパスしたか、桜に花火状態。え、上がってきて、ここは、あ、弾いたところ、押し込んだイデア、3点目、伊達にやり込んでねえんだよと。あ、ここで襲っていく。さあ、あー、キーパーがなんかいい仕事する。そして上がって、さあジャンプでパスをつないでいくイデア。残り10秒切りまして、危ない、おじさま、あー、スパイラル、あー、押し込んだ、なんだよそれ、一人で2回打っちゃやばい。キックで、危ない、残り5分4分3分、あ、ロスタイムないの。あーっと、ここで投げ、投げたが、ここは無情にもゲームセット、1回戦突破、イデア、おめでとう。やるな、イデア、お前さすが、さすが、はい、じゃあ行きましょう。クリュークさんです、クリュークさん対エンテさん。イデアやり込んでますからね、このゲームね、3日ぐらい、3日もやってない、十分だよお前、はい、3日もやってないよ俺これ。さあこれね、こう本当各チームごとにいろいろ個性があるんでね、やり込む人はこの辺を参考にしてくださいね、はい、このスピードパワー、何ですか、で、ディフェンスか、 D って、はい、DE、はい、パワー、ディフェンス、ディフェンス、あ、来ましたね、変なヘルメット変なヘルメット、はい、なんだあれ、どっかある、なんか昔のテーブルトークのサンプルキャラクターみたいな感じになってますけど、大丈夫ですかね、あれ
さあ、ワンピがクリュークさんが使うのがサイボーグチームですね。あの謎の国、機械帝国を使う場所は、これステージはあんま関係ないですか、はい、これどこでも。あの背景が違うっていうぐらいで。はいはいはい、はい、まあ見やすい見にくいっていうのもあるんですよ。来た、ついにロボット帝国から。そしてこれなんですか、エジプト、ホルスの目的な感じのさあ、ここでイングランド代表、ただこの変なロビンマスクが、あ、いいですね、今スクリュードライバー決めてましたね。くるくるくるっと、ボーズマンばりに回転が入ってる、3倍ぐらい入りますね。ロビンが、ロビンがオン。これチームの特徴としてはあれですか、機械チームはどんな感じなんですか。一応あのバランスが取れてて、はいはいはい、バランス、パワーチャージのあの時間が一番早いんですよ。はい、あーなるほど、あれがゲージが溜まりやすいと、はい、はい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 、あー後ろからショットね、さすが機械帝国の3ウェイ。あーキーパーがいないが後ろから襲って、ここでシュートが決まってしまう。まずはクリューク先制の一撃。まだね、試合時間70分もあるの、ありますからね。はい、今若干パーと1回プレーに関しては3分30秒あるんですよ。全然もありますね。さあ、上がっていく、上がっていくが、ここは硬い守り、上がって、さあ、で繋いでいくが、ここで弾き返される。さあ、ロビンが上がって、ロビンマスク、ジェントハリケーンあるのか。あー、ここで壁だった、キーパーが正面。さあ、ここで 2P、再びロビンマスク上がっていく、いっぱいロビンマスクがいて、あーっと、ここでタックルピヨっている。取り返して、いいですね、エンデさん、パスカットうまいですね。はい、それで攻め込んではいるが、なかなか点数に繋がらない。いいところでやっぱりうまくカットしますから、もうボール持った瞬間にアーンってボール落としますから、あー正面から、この一撃重い。ちょっと若干コンボイっぽいアップでしたね今ね。さあ2対0、残り42分、後がないぞエンテ。危ない、トルネード、危ない危ない危ない、トルネードショット、ノモもびっくりのショット打ちましたね。これタックルで、あーわー空中から、なダルシムのドリル頭突きみたいになってるけど、さりげなく今のはいいプレーでしたね。あ、なるほど、トルクルで早く逃げてる。エンテさん、ターブリッジャー、ターブリッジャー組んだ後に上下パンチとか出るよ。はい、あ、そうか、はい、それでターブリッジ出せるのはガンガン更新局のゴーですね。後ろから組んだ時に上下、どうでもいいよそんな情報は。もうある意味地上からの必殺というか、ロビンスペシャルに匹敵する。そうですね、ロビンスペシャル、はい、重い方が先に落ちるって、機械の方が先に落ちちゃうみたいな感じの、こう天然でロビンスペシャル返されたら、そんな話はどうでも。あー危ねー、これは決定的か。残り20分で 3-0 あるのか。エンテ決めてくれ、オーン、オーン、オーン、あと何回オーンが来てるかですね。オーン、あーエンテー、オーン、やばい、キーパーは無敵です。危ない、さあクリューク非常にこれやり込んでいるのか、この動き。オーン、オーン、やめてください、オーン合唱団になるのやめてください、オーン青年合唱団になるのやめてください。危ない、あー最後はドリルで決まってしまったか。これで残りバーゲームセット、勝ったのはクリューク、ありがとうございました。危ない危ない、いやいや、いい試合でした、ありがとうございました。じゃあ行きましょう、 R 対対、あ、来ました、 R 対対ガロボー。あ、そうですね、じゃあ来てしまった、はい、自分はちょっと使用するチームをガロボーさんで選んでもらうという形で。あ、なるほど、はい、そうですね、有志者なんでね、ガロボーさんが好きに選んでいいよと。なるほどね、ガロボーさんが指定したのは日本チーム。さあ、なんと滝さんとガロボーさん、このゲームを22年前高田の馬場のゲーセンでやり込んでいた2人が対決、22年越しの決着、これは名勝負のこれ名勝負です。さあ、タキさんのチームをガロボさんが指定していいよと、タキさんからね、申し出があったので、指定したチームは忍者チーム一貫です、ね、あ、これ同キャラできんの。いや、同キャラじゃないです、ちょっと違った、パチモンだった、来ましたね、ガロボさんが韓国ですね。なるほど、韓国の方が先だったんで、これ似てる似てる似てる、カブトがちょっと違うから、カブトがちょっと違うから、どっちが起源なのかっていう熱い戦いがありますね。え、これ本当に VP カラーじゃん、違う、
角がちょっと違う。おい、どうなってんだよ。角飾りの違いを台無しにしたらね。なるほどね。やっぱり怒られますよ。さあ、忍者、どっちだ。この茶色っぽい方が滝さんで、紫っぽい方がガロボさん。ガロボさん大好き、韓国チーム。空中からの必殺ショットがめちゃめちゃ強いです。あ、なるほどね。お前なんで詳しいの、こんなに。滝さんに聞いたから。あ、なるほどね。滝さんに聞いていっぱい。はいはいはい、なるほど。で、足の速さとかもそうなんですけど、地上でこいつら刀抜くんですよ。刀抜くの、日本タックルの側にハオラ。日本刀抜きましたね。日本忍者なのに、忍者と見せかけてサムライ。サムライなのか、これ。あ、やっぱジャパニーズですよ。え、あのコリアンは何なの。これも忍者、忍者っぽい。忍者っぽい、忍者っぽい。だからタックルがちょっと、あとほら手裏剣巻いたり。基本全員、全チームスリーウェイショットは持ってない。あー、スリーウェイショット。たくさん、まずは1点。テクかったですね。あのコーナーチャンスですよ。コーナーチャンス。壁にわざとシュートをぶち当てて、はいはいはい、跳ね返ってきたところ、オーバーヘッド。あ、なるほどね。打っといて、その着地で覚えた。あー、神風。神風。沢田だったのか、お前。キャプテン沢田か。血は出ませんが、刀を持ってます。キャプテン翼じゃなくて、キャプテン沢田。あーっと、今見ました。あー、銀玉は友達になっちゃって、キャプテン翼の話題もいいね。ペナルティエリアの外から、1-1。どうやって、相手がピヨったところで投げてました。危ない危ない。1点。お互いこれ22年間やり込んでますから、ね、やっぱ動きがもうキレキレですね、これね。パス回りが本当お互い上手いですね。もうどっちか分かんない。パスで繋いで、パスを取られていく。止めた。どこにでも高砂がいる状態。危ない。シュートして、あ、これはうまいことキャッチして前に投げていく。あ、今のガロボさんのキーパーうまいですね。あのキーパーがパス出すときに、ね、ジャンプしてから出さないと、うんうんうん、目の前にいる相手にボール取られちゃって。あ、ある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 。ディフェンス出払った状態で差しってことになっちゃう。思い出した、俺それでイデアにこっぴどくやられた。ヘペロ、なんでお前いるんだよと思ってさ。あーっと、うまい。ガロボーのサンダーシュートを刺さっていく。シュートっていうのかな、なんか手で投げてるからね。危ない。あ、これで、あー、華麗に決める。コーナーチャンス。跳ね返ってきたところ、オーバーヘッド。あっという間に同点に追いついていく。残り30分。どうなる。神風、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 止めた。なんだ、まだ神風チャンスは続いてる。危ない。神風あるのか。ない。止めた。ノー神風。ノー神風でしたね。え、韓国はなんて喋ってんの。キムチとか言うの。それ怒られますね、これ。あー、なんて書いてるんですかね。やばい、ガロボーさんのシュートがやばいな。あれ、あ、ガロボーさん本当にやり込んでますね、このゲーム。さあ、ガロボー、これは刀を抜いていく。どうするんだ、あるのか。神風。いや、いや、紫の方も神風って言ってなかった今。マジで。待って、あー、タック。あー、押し込んだ。追いついた。残り10分。最新一体ガロボーが入れたら、アルタキが追いつく展開。神風の決めた。アルタキもういいだろうと、ここで決めていく。さあ、まだまだあるのか。ガロボーまだ生きてる。うざいですね。あーっと、刀の判定が強い。いいんだよガロボー、諦めて試合終了でいいんだよ。さあ、アート、危ない。スリー。あー、シュート打った。決めた。ダメ押し。なんとガロボー、1回戦敗退か。あったのはアルタキ。コーナーを制した、コーナーを制したタキさんの勝ちでしたね。いやー、ありがとうございます。タキさん、さすが有識者、ありがとうございました。さあ、1回戦最終試合、サトゲ対チキン行きましょう。いやー、危なかった。危なかった、危なかった。いやー、もうやばいっすね、さすが滝さん。もうね、2020年にこのゲーム種目になってますからね、東京オリンピックのね。その際には日本代表として滝さんが出てくると思いますけども。ワンピーがワスワールドがチキン、ツーピーがサトゲ。お前ら二人ともこのゲームやったことねえだろう、どうせ。アメリカ取られた。アメリカ取られた。USA が取られていく。もう完全にあのアメリカチームもうアメフトと勘違いして衣装着てますからね、これね。ハンドボールだって言ってるのにアメフトの衣装着てますから、あいつら。多分あのアメフトから派生したチームだと思う。あ、イギリスなんか人気なの、あの変なロビンマスクみたいな。はい、使いやすいんですかね、イングランド。チキさん、そうですね、どこでもいいから、まずは一回地上からシュートを打ってみる。必殺シュートを打ってみるよ。チキン、地上からシュート。あ、すげえ、何それ何それ、3つ。そうですね、こう、あの距離から球を増やしていく。あっさりしたじゃないですか。はいはいはい。なるほど、あの距離からどっからでも狙える。ウィーン、危ない危ない。おーい、やる。どうです、イギリスのチームはあれが強みなんです。イギリスはこれだと。これがイギリスのジェントルハリケーンですね。やばい。ジェントルも下手の答えはしないんです。しない、もう正面から。はい、
対するアメリカ、アメリカ代表超人って誰だっけ、ビューティーローです、代表じゃねえな、あー押し込んでいく、やっぱりパワーだよ兄貴と決めていく、あーそれなんかちょっとテリーマンは違います、あっテリーマンか、テリーマンだ、テリーマンを忘れているっていうね、でも必殺ブロックダウンもう額に米って書いてあるのにね、米と肉でこうハンバーグ定食コンビしか覚えてないからあいつら、あー札船子だったら 2-1、 そうです、さすがのハーフラインから吹っ飛ばしましたよ、危ない、さあパワーだ、パワーで上がっていく、大変な、こっからこっから打てるんだろうと父覚えましたね、とりあえずとりあえずゴールの正面に行ったらボールを打つと、そこだわーほら打ってんだ、やばいやばい、チキンがいいやごになってきましたね、すごいそのムーブを発見してあれいけんじゃねえかって試してそれが成功した時の顔してますね、地点が危険な傾向ですよ、これアメリカを取れてキャパン展開でしたね、これあーっとこれですね、さっきから滝さんがいやどっからでも打てるんで狙ってみてくださいって言ったやつが、あぶねえあぶねえあぶねえ、さすがに点差が引いてあげるんでやったらさっさと、あぶらあぶらーい、やばいやばい、やめてください、圧倒的ないいゲーム集を出すのやめてくださいやめてください、チキンさん初プレーで、あー押し込んでいけない、あー打つの打ったやばいやばい、さあ、あこれあれですね、50とか書いてあるから、これ完全にアメフトのコートで、やばい、それはあ押し込んで、押し込んでいけない、危ない危ない、アメフトのコートでやってますね、これはね、あ危ない、フィールドゴールあるのか、あー押し込んでいく、チキンなんと 5-1、 圧倒的な点差、弾いてここで押し込んでいくのか、押し込めない、キーパーがナイスセーブ、パワーがパワー最低ですか、そこら辺から振って、あ後ろから、そこら辺からちょっとね、ここで打つのか、ラリアット、はい、食らえっつって、はい、ウエスタンラリアットからのパスして、あピヨってるピヨってる、そうさあここでパスカットできない、正面からあった、押し込んだ、5人とか3点差、これなら結構いけそうにです、あるぞ、うん、ワンタッチありがとう、あこっからこっからでいいんだろうっつって確かに合ってる、あ、二人とも弾き飛ばした。飛び上げ？カットした。オン。パスパスパス。あ、オンからの。オン。あ、イブンドリアだ。危ない危ない。危ない危ない。オン。やばい。はい、あ、後ろから。シュートに行かせねえよと。シュート体勢に入らせなければいいんだと。あのあれですね、黒子のバスに出るところの緑間対策と一緒ですね。そうですね。さあ、飛んで。シュートの好調的だね。緑間がシュートモーションに入ったら後ろからタックルしてくださいね。反則で一発退場ですからね。さあ、だがこの世界では大丈夫。スリー。危ない。チキンが、あ、打っていく。さあ、これで投げたか。ここで。あ、ゴーニー、チキン選手の勝利、勝ったのはチキン、おめでとう、いや、いいですね、圧倒的クソゲー感このパワー、あっという間にまずはこの力技で見せるのがフェリースマッシュの第一の見事、いや、来ましたね、これ、あ、じゃあもう一試合、じゃあこれで2回戦いきましょうか、イデア対クリューク、いきましょう、やばいぞ、これは、さあ、じゃんけんで、クリュークさんが 2P、1P 側はイデア、さあ、はいよ、乱入しちゃって、あ、なんかネームエントリーになってますね、 BAA って入れてくださいね、さあ 1P 側はイデア、オーストラリアチーム、もう女ですね、やっぱね、唯一の女チーム、お互いさっきのノジアでいい試合してますからね、いや聞けますね、そしてクリオクさんは相変わらずこのあれですね、同じチームですね、2人とも1回戦と同じチームですね、オーストラリア対この機械帝国、機械帝国でいいのかな、 SPC って何の略ですか、はい、スペースポリス、あスペースコロニーの略だそうですね、まあ、スペースコロニーの略、なるほど、おい宇宙から来てるんですかこいつら、ええというかスペース、あの画面にあの交代で移動するシーンがあるんですけど、そこであのスペースコロニーが浮かんでるんですよ、あ、なるほど、アナハイム社製の、はい、大変な感じですねこれ、はい、サイドセブンからやってきたんですかねこれ、はい、アナハイムがあるのは好きだった、一応近未来という設定なんで、なるほどね、はい、あ、大瀬良くん出る出るとかって今からもうしょうがねえな、チキンと1回戦やるかってどこで出るなら出てもいいよ、まだ大丈夫だよ、まだ大丈夫なのかな、いいけど、やったことないの、なんだ残念だな、一応まだフライングパワーディスクはまだいいんですよ、あフライングパワーディスクは出れるんでね、はい、ぜひクソゲーにしてください、
昨日やったいいゲームだよ。じゃあスパイラル飛び込んで、さあ3ウェイがなかなか当たらない。クリフさん勝ってないですよ。お早いパス回し、よけていく。さあここで空中からスパイラル、正面からスパイラルって言ってんのかなって言って、へいへい、イリアが、あー飛ばされた、へい、あー殺せーと、あーショットで、あー止められない。さあどうする、クイクイ動いて、クネクネ動いて、あーあああああ、ここで真正面、いやキーパーがナイスセーブ連発。あれ吹っ飛ぶのになんか条件とかあるんですか。はい、一応あのパワーシュートのパワーに負けるとキーパーがディフェンスに負けるとああやって吹っ飛んですよ。ああ、なるほど、パワーで、はい、あハリケーンミキサーは不発、ワンバウンド、はい、これでシャキンと決めて、さあ再びゴール前、ここはああ漏れた、キーパーがいない、キーパーのいない隙に、さあ後ろに一旦戻していく、ボールを奪い返して機械化帝国が攻め上がっていく。伊達に宇宙から来てんだよと。さあ飛んで、さあ行くのか、ここはイデアがパスカット、ここでスリーウェイショット、さあキーパーと一対一にはなれない、ここでああ隙をついてイデア一気に2点目、差を広げていく、残り20分、いけるのか、ちょっと飛んで、さあイデア、イデア若干のクルージングシューがしてきましたね。あーここで、あーチャンスだったが、あーとアリアップと言われてしまった。残り8秒8分、パスパスからのジャンプで、ジャンプで避けていく、ジャンプで空中で制御できる、これタックルで、あーっとこれは厳しい、残り3秒2秒、危ない、あシュッと、これは後ろに思い切り投げてパスという、勝ったのはイデア、おめでとう、イデア来たね、まずは決勝進出。じゃ あタキさんとチキン行きましょう、はい、あこれ枠取り直した方がいいかな、八丁さん、はい、ちょっとじゃあ枠取り直しますね。バトル、今チキンさんに一番弱いチームどこっすかって聞かれたんで、ちょっと枠取り直します、リフトかなって言っておきました。ちょっと待ってね、あちょっとだけ待ってて。ということでタキさんはエジプトチームなわけなんですが、先ほどタキさんからも解説が、まあ、CP 戦あった通り、エジプトチームめちゃめちゃ硬いんですけど決定力がないので、1回メリケンのパワーに負けると足の速度もないので、あちょっと待って、あいやいいよそのままで大丈夫、スペースゴロに浮いてます、スペースゴロに浮いてますよ、あれちゃんとチームですよ、反対側から出てきた、地球は丸い、はい、あいやいいよやっちゃって、はいじゃあ試合どうぞ、チームもう大丈夫なんで、ええ、ということでメリケン VS エジプト、タキさんが、あれですね、チキンに指定されてあれを選んだとですね、アメリカチームはさっきサトゲマンが使ってましたが、あーっと速攻をかけていく、止めて止めたー、やべー、あのごめんテクニックだこれは、チキンさん死ぬか、しかしまああのほんとね、メリケンのパワーは本当なんです、これ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 、あれもうちょっと近場から打てば多分エジプトも抜けます、いけるか、いけんのか、止めた、パスを拾ったのはメリケン、エジプトのディフェンスがちょっと硬いか、前後にパスを出して抜いていく、打った、止める、あれオーストラリアだったら確実にぶっ飛んでゴールしてます、マジです、あーファイヤー、カルドフー、カルノフを追っていく、何を使わせても強いぞファイヤーデコゲーですからね、あーっとエジプト勝てない、やべえな、もうちょっとやらないとダメかもしれないですね、ファイヤーコーナーチャンス、やっべ、単純にごめん、タキさんがうまい、タキさんがやばい、タキさんがうまい、あのコーナーチャンスは本当に
ゲージに依存しないっていうのがやっぱ強いところですね、まず一つ。コーナーチャンスをかなり生かした者が勝勝するみたいなね。ありますね、ゲージに関係ないんで。さあこの距離は抜いたが、いった、これです。アメリカチームの強み、これです。強いね、あれがね、やばいっすね。もう力こそパワーを自衛クチームですからね。足とか遅いんですけど、やっぱりあの地上シュート、やばいですね。おっとシュートからでかい、今のですね、あのシュートからシュートつないでってボール曲げられるっていう。なるほど ね、 ね、そこがやっぱ強みだね。ですね、あの辺のテクニックをフルに使うと、もっとやばいチームはもっとやばいみたいなね、ところありますね。ドイツとかあの辺がそういうの特にすごいですね。タキさんにドイツ使われるとマジで、あの中距離から普通のシュート打たれただけで最悪死に至るっていうやばいな、それはやばいっす。もうだからゲージいらないから安心して相手のカットに球とか打てるんですよね。あーっと押し込まない、アメリカチーム自分でゴールを蹴ってキーパーに取らせていった。試合残り2秒、カウントちょっと大点数差は3点。あー勝ってー勝ってー、カルノフマジかて。パスからコーナーチャンス、危ない、あーっとこれは失敗していく。あーカルノフボイスが、あーファイヤーが、ここから止めた、もう一丁、あーっと正面。あれ普通のシュートもアメリカ強いんですよ。あーなるほどね、あれオーストラリアだから。ファイヤーファイヤー止めた、残りカウントがやばいが、あーいけいけ、投げる投げる、なんだなんだ、真正面で真正面で走る、朝に向かって走り続けるし、このゲームっていうかアメリカチームアメリカっぽい格好してるんですけど、これハンドボールですからね。ハンドボールだろ、勘違いしてるからこいつは。衣装デザインがちょっと間違っちゃった。残り1秒ー、このコート勝ったのはタキさん、勝ったのはタキ、おめでとう。やばいな今の、思ったよりエジプト硬かった。やばい、あのいやスキンさん正直めちゃめちゃうまいっす、マジで。うまい、さすがっし、さすがっす。さあ、じゃあ決勝戦ですか、あっという間に。バトル、はい、じゃあイデア対タキさん、あ、また何、またチームを選んだ感じ。なるほど、じゃあ 1P 側座るのがアールタキ、 2P 側座るのがイデアと決勝戦になりますね。さあでは行きましょうか。ん、あ、いいんだよね、乱入で。あ、乱入しちゃってください。じゃあタキさん、あ、そうですね、行きましょうか。ではアルタキ対フューチャースポーツ大会第1種目エビスマッシュ決勝戦始めたいと思います。イエーイ、行くね。 1P 側アルタキ使うのが、わかんない、見てなかったブラジル、ブラジルチームイデアが選んだんですね。そしてイデアのチームは変わらずオーストラリアチームと、ブラジル対オーストラリア、行きましょうか。バドー、さあバドーと行きましょう。ボールを取ってまずはイデアが蹴っていく、ここに、さあこの甲高い声が響いて、ここは蹴ってコーナーチャンスを狙っていくアルタキ、これうまいこと止めた、ここは真正面だったんだが吹っ飛ばされた。さあどんどん行きましょう、パスして、ここでさあ飛んで飛んで、イデアが空中制御で、ここは狙いを定め、はっ、蹴ってうるせえなみたいな感じで蹴ったような、さあ飛んで押し込んでいったアルタキ、2点目、この早い展開。さあ守りも固い、あ、ここでパスカット、パスをつないでいくイデア、だが一瞬の隙を突いて蹴って奪い返しを背中に当てていく、ファイヤー、ここでひたシュートですね、うまいですね、あの使い方。さあ飛んで左右に振って、
左右に振って、さあじっくりと攻めていくイデア。まず2点取らないといけないですからね、追いつかないと。あ、これ、あー正面取ったが、このパワーで押し込んでいく。イデアのテクニカルなシュート。さあまず 2-1、 残りまだ50分以上あるぞ。さあ上がっていく、おー隙をついて 2-2 に追いついていく。これはうまい。さあ 2-2、 振り出しに戻って、残り50分。あるのか、あるだけ。負けるわけにいかない。ファイヤー、ここでコーナーからのヘッドで決めていく。うまいですね。あのコーナーに必殺シュートを打って跳ね返ってきたところを押し込むという方式で。ここでさらに押し込んでいく。目まぐるしい展開、点数が入れ替わっていく。4-3。さあ残り30分、時間が約半分経過したので 4-3 ですね。お互いかなり点数を取っている状況。さあこれ、あ、漏れたところ、ダイビングヘッドで押し込む。4-4。ここで打って正面でシュートの使い方はかなり独特ですね、滝さん。何か狙いがやっぱりあるんでしょうね。ああ、ここで打てなかった。石の隙をついて、奪ったのはイデア。攻め上がっていく。ここで押し込んで、さあ、ヘディング。狙っていく。前に取り返して、危ない。ここは、キーパー、ナイスセーブ。前に投げて。サンダード、決めていく。あの距離からもう行ってしまう。5-4。さあ、これが決勝点になるのか。残り時間10分を切った。イデア攻め上がっていく。弾かして。ここは漏れた球もキャッチ。さあ残り5秒。うまい。さあいや、最後の攻めになるかもしれない。ここで、スリー、上がって、あー押し込んだ、同点あるのか。さあ、最後、攻めていけるのか、残り。ここでサドンデス、イデアギリギリで追いついた。熱い展開。サドンデスなので、確か1点入れた方が、さっきですね、V ゴール方式。さあ、残り時間30分で、決着がつくのか。1点入ればいいですかね。じっくりと攻め上がっていきたいところ。あー必殺シュート、一戦優勝はあるとき、おめでとう。いやー今すごいさっと決まったな。やばい、あの距離からでも決まる、圧倒的なパワー。いやー素晴らしい試合でした、ありがとうございました。これはちょっと東京オリンピックありますね、この種目ね。ねえよみたいな感じで。さあじゃあ荒滝さん、一言いただけますでしょうか。主催にして優勝、いいですね。マッチポンプになってしまってすいません。あでもいやいやいや素晴らしい、いや優勝した滝さんです、ありがとうございます。いや今回も優勝者ということで、あの対戦相手にね、はい、使うチーム好きなの選んでいいですよということでやってもらいましたけど、はい、どのチームでも強い、さすがですね滝さん。どうというか対戦した3人がやたらに強かったです、ね、やたら強いですね、はい、名勝負しかないという、うん、素晴らしい試合でした、はい。もうね、コメントも盛り上がってましたね。こう、もうこれいいゲームなんじゃないかと、ね、多分もう全国のゲーセンがこれも入れるしかないなと思ってますね、はい、今頃。また機会があればありましたら、あのフリープレイを行いますので。あ、はい、そうですね、何度か行ってますからね、はいはい、よろしかったらお願いします。ぜひこのゲーム興味持った方はね、滝さんにね、ご連絡を取ってください、はい。ちょいちょいあのイベントもやってますんでね、その際にもぜひ遊んでみてくださいということで、よろしくお願いします、はい、改めて優勝した荒滝さんでした、おめでとうございました。ありがとうございます。この後はフューチャースポーツ大会第2種目として、なんだっけ、はい、フライングパワーディスクが FPD ですね、はい、フライングポリスデカレンジャーがありますからね、頑張ってくださいね。さあじゃあ画面戻しますか。はい、これは今一人用か、今高専亮君がプレーしてますね、はい。